あれから2年、志願しなく。まずは立体機動術の基本、移動からだ。立体機動装置で目標地点まで移動しろ。これができなきゃ話にならねえ。やってやる。ガスを吹かせば高速で動くことが可能だ。限りあるガスを有効に活かせ。戦闘中にガス切れになったらまずいもんな。ガスの残量は注意しておかねえと。立体機動をうまくこなせなきゃ巨人なんか相手にできねえぞ。いいだろう。これで貴様らでもおとりくらいは務まるはずだ。次は巨人を模した目標に対する攻撃訓練だ。まずは小さい巨人からやってもらう。巨人の弱点部位は理解しているな。そこに狙いを定めて確実に攻撃を当てろ。遅い。実際の戦場でそのざまではすぐに巨人の胃袋行きだぞ。次は大型の巨人に対する攻撃訓練だ。刃は攻撃すれば、ガスは吹かせば消耗する。刃の乾燥とガスの補充は戦闘に必須である。以上を踏まえ、実戦を想定した訓練を行う。各自判断して、必要があれば補給しろ。訓練兵、刃とガスはここで補給できるぞ。足りなくなったらすぐにここへ来い。助かった。これが本日最後の訓練だ。総合的な巨人討伐技術を見せてもらう。これから目標が複数体出現する。時間内に可能な限り多くの部位を攻撃しろ。よし、他の奴らより早く目標を見つけて片っ端から削いでやるぞ。俺が先に目標を見つけたら横取りすんじゃねえぞ。意外とぬるいことを言いますね。獲物を奪うのに作法が必要です。そうだ、取られるお前が悪い。エレン、刃とガスはまだ大丈夫。補給を忘れないようにね。ありがとう、クリスタ。お前も頑張るよな。負けないからな、エレン。ああ、俺だってトーマスには負けねえよ。苦手だけど頑張らなきゃ。
アルミ、お前ならやれるぜ。俺も手は抜かねえけどな。なんか損相手がいると思えますね。カリュウドの血が騒いじゃいますよ。張り切ってなさじゃ、もう負けてらんねえ。珍しくやる気出してんな。そりゃね、憲兵団に入れるかどうかは立体機動術の強化次第。訓練だからって手は抜くなよ。それが兵士としての責任である。分かってるよ。他の奴らに負けたくもねえって。実戦に近い訓練ができると思うんだけど。お前らに。でも今回は競争なんだ。お互い頑張ろうぜ。成績者を発表する。エレン・イエーガー、お前が1位だ。やったやったぞ、1位だ。おのおの今回の結果を踏まえさらに訓練に励め。解散。3年間の訓練を終えた第104期。一緒に憲兵団に行けるな。内地での安全で快適な暮らしが待ってるぜ。今日も頑張ろう。次の任務は